星のかけらっていうのは星雲ちゃんに何か関係あります？大峡谷、いかにもって感じですよね。不思議なオブジェクト、何かの目印でしょうか。アイラさん、これをどうぞ。ああいうオブジェクトって今までにもさ、いろんなところになかった。気のせいかな。お、アイナは元気の塊を手に入れた。ありがとう。エーテルパラダイスで見つけました。元気の塊です。もっと早く渡してくれてよろしかったのよ。私、心の準備ができたら、アイナさんを追いかけます。そうすれば、母様のことも、星雲ちゃんも助けられる。強さを得られると思うんです。そうだ、アマージュさん元気にしてあげますね。ありがとう。仲のいいポケモンさんが元気でエネルギッシュですと、一緒にいて嬉しくなりますね。てか、リーリー一緒に来た方がよくない？お、大丈夫？疲れてないろ？頑張ろと。ありがとう。励ましてくれるポケモン図鑑いいね。へい、おじさん。トレーナーもポケモンも自由でいい。自由がいい。なんか、リーリー一緒に来んかったらさ、その方が危険な気がするんやけど。お、ベテラントレーナーのヒロカズが勝負を仕掛けてきた。さあ、来いよ、おじさん。このさ、トレーナーが持っとる、そのモンスターボール？もう、絵が変わりよんかな。ロッコータスの日照り。あれは地面タイプではない？炎タイプ？だとしたら草タイプちょっとやばくね？じゃあちょっとアシレーヌで。ほら、効果抜群や。いけ、アシレーヌ。おし。あ、やっぱり炎タイプか。危ない危ない。地面タイプとかと思って、ノッキリアのまんまで行くとこやった。さあ、アシレーヌ、歌方のアリア。バーン。よし。効果は抜群だ。さあ、次は？ノッキリア、ほんとだいぶ多めにもらっとるね。お、ウィンディ、このまんまでよろしいよ。このタイプの使い手なのね。さあ来い。よし、アシレーヌバブル光線。ん、なになになに。うおー、いけ、バブル光線。はい、オッケー。効果は抜群だ。私のウィンディはあれかな、今頃ポケリゾートかな。あのパソコンの中身ポケリゾートに繋がっとんやろ。あ、ごめんよ。あなたの最後のセリフを聞くのを忘れたわ。ポケモンはこういうものだと決めない。自由である。まあ、決めつけは良くないよね。なんか今、よくわからんことがいろいろ起きよるしさ。ね、昔とだいぶ違うもん、ポケモン。え、野生？そっち？え、今私はトレーナーと戦ってるつもりだったんだけど。全然違うの出てきたよ。え、私ゴルバット捕まえてなかった？これ野生よね。ということは、おーし、踏みつけるんだ。てか、宙におるゴルバットを踏みつけるっていうのは、ジャンプしてってことかな。お、バンバドルがレベル46に上がった。そして普通に捕まえれんかったんやけど。島巡り、アローラの子供って一体どうなってるの？どうもなってない。私はアローラの子供じゃないからわからない。お、バックパッカーの迷いが勝負を仕掛けてきた。あ、そっか、さっきのカビゴンを出しておけばよかったやな。ね。へへ、かわいい。かわいいんですけど。エルフーン。この子は、この子は何タイプ？草タイプ？か何か？わからん。うん、わからん。わからんぞ。カビゴンで行こうっと。なんかさ、多分、ツイッターのフォロワーの人が昔、このポケモンの画像やった気がする。
多分ね、なんかぬいぐるみみたいな感じやったけん、違うかもしれんけど。おし、10万馬力。かわいいな、こういう感じなんやね。10万馬力。よし。さあ、来いよ。なんか終わりか。いいね、アローラ。いいね、君とポケモン。ありがとう。褒められた。はあ、世界には誰も知らないポケモンがまだまだあるのね。君、島の巡りを終えたら世界を巡るといいよ。世界を。あ、まあ、バックパッカーやけん世界巡りよんか、あの人は。ん？ここでは音楽変わらんねやね。あ、待って、これはあれじゃない？ケンタロス。久々の。なんか出てきたし。岩から出てきた、もしかして。あら、ゴルバット。よし。ここはカビゴンで。カビゴン、カビゴン。出ておいで。ほら、ゴルバット捕まえてない。私、普通に捕まえとるつもりやったんやけど。何回も何回も見かけよった時かな。ね、スカルダンがしょっちゅう使ってくるもんね。おし、カビゴン、手加減。バシ。よし、いいぞ。この黒い眼差し、怖すぎよね。逃げられないようにして助けを呼ぶってどうだ。はい、来ない。よし、ここで。ここで、スーパーボール？いや、ハイパーボールで行くよ。あれ、どこ行った？よし。ゴルバット相手にハイパーボールっていうのも何かしら尺だけどね。まあ、できるだけ図鑑を埋めるためだ。できるだけね。完成はきっとしないだろうなって思ってるから。やった！ゴルバットを捕まえたぞ。新しいよね。よね。ゴルバットのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ズバットは捕まえとんよね。ん？ズバット、ゴルバットの後になんかあるの？登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。ゴルバット、コウモリポケモン。血を吸いすぎて飛べなくなり、地面に落ちて他のポケモンの餌食になっていることも。かわいそう。ニックネームはいりません。ズバット、ゴルバットで終わりじゃないの？終わりだったよね、今までは。何それ。見知らぬポケモンが増えているんだな。気になる。ここは飛び降りられ。飛び降りられないけど。どうやって行くの、あそこ。この辺から、行けないよ。でもここ飛び降りるとこよね。何？どうやって行くの、これ。あ、ほら、もう野生のポケモンが。そっかそっか、その辺歩き回りよるだけでもポケモンは出てくるんだ。なんか脱出するのにもすごい時間かかりそう。あ、あっち側もケンタロスで壊せる？アローラ最大の難所。ポリの大峡谷を越えられるか、ぜひ試させてください。あなたとポケモンの本気、どれほどか見させていただくわ。ん？あっち側にも行けるな。ちょ、待って、ケンタロス。今通り過ぎてきた方向にも行けるわ。エリートコンビのケントとアイミが勝負を仕掛けてきた。お、サンドパンとか久々やん。お、キューコンとか、お、ん？色が、白いよ。超可愛いんですけど。超可愛いんですけど。ちょ、待って。おいし。サンドパンにリーフストーム。そして、キューコンに、キューコンに Z パワー。必殺のピカチュウと。さあ、これで行こうやないか。お、ピカチュウが先なのね。ピカピカチュウ。ピカピカチュウ。ピカっていうか、ペカって聞こえるよ、あれちょっと。おし。全力の Z 技。行くよー。必殺のピカチュウと。ゴー！
あの球根超神々しいやん、なんか。ね。白いよ、白いよ。すげえ。さあ、あとは君だ、サンドパン。サンドパンもなんかちょっと神秘的な感じやし。え、効果今一つ？え、もしかしてあれ？色が違う。何？アローラバージョンのサンドパンってことよね、多分。タイプが違うの？え？氷？氷タイプですか？マジか。うわ。なんかこういうタイプが変わっとるのってあれよね。っていう衝撃が。さあ、頑張ってみんな。ああ、ボルテッカー当たらねえし。よし、とりあえず倒したけど。なるほどね。まあ、うん。見た目的にそれっぽい感じではあるけど。え、ってことは9個も違ったんかな？素晴らしい。あなたしなら祭壇に行けるでしょう。素敵。あなたとポケモン、ぜひ祭壇に向かいなさい。言われなくても向かってるんだ。君たちが邪魔をしたんだ。アローラの祭壇は星の力を注ぐ。そう言われています。アローラの祭壇は光を集める器。そう言われています。同じようなセリフ言ってんじゃねえよ。ほら、こっち側も。ああ、ポケモン。てか、ここはさ、ゴルバットしか出ないの？って言った途端に出たし。メレシー。メレシー捕まえとったもんね、私。確かボックスの中におった記憶、うん、おるおる。びっくりした、石おらんのかと思った。よし、行くよ、ペア。え？あ、そう。こんなところに。あ、こっから抜けていくってこと。あ、なるほどね。アユナは PPA だを見つけた。別にそんな苦労していくほどのことでもなかったな。あ、違う違う、こっちこっち。うおー、なんかちょっと動いたらポケモンが出るんよね。厄介だわ。次次。ここ。ん？何かしら落ちたよね、今。アイナは星のかけらを見つけた。星のかけらっていうのは星雲ちゃんに何か関係あります？なんだよなんだよ。ここはメレシーとゴルバットしかおらんのかな。もうこの辺何も落ちてないね。てかもうなんか抜けれそうな勢いじゃない？はっ。何も落ちてないんかーい。ほら抜けれたんやねん。へえ、まだか。まだか。なんかこっちの方、草が生えとるな。ん？外じゃない？これ違うの？うわ、怖っ。怖っ。何？ここは人間の姿じゃないと通れないの？めんどくせえな。あ、え、何？また？なんか向こう側にもあったよ。お、地軽で地軽で。不思議な生き物が地軽でキューブに吸い込まれた。おう、現れたよ。この辺も出てくるんか。ここは何？洞窟の中なの？今。もう何が何なんだかよくわかんない状態なんだけど。あ、でも洞窟の中に入ってったんか。この辺はバンバドルで越えるところよね。バンバドル使わなくても普通に来れたわ。山を登るなら山のこと。そこにいるポケモン。出会うトレーナーのこと。あらゆることを知ってないとな。私はこの山のことを何も知りません。山男の雄一郎が勝負を仕掛けてきた。なんで山男とこんな風に間抜けな感じなんやろうね。お、アーケオス。さあ来たよ来たよ。ってことは普通に何タイプやった？普通に飛行タイプでいいんやな。よし、ピカチュウで。いけピカチュウ。そして、おー、なんだなんだなんだ、素早い。ここはピカチュウの Z 技。なんかアーケオスあれやね、顔だけ見たらさ超ヘビみたいな感じで嫌なんやけど。ね、鳥のはずやのになんかすごい爬虫類系な感じの顔してない？私は爬虫類が苦手なんだ。いけ
ケー、必殺のピカチュウと。ゴー。よし。効果は抜群だ。さあ、2体目のポケモンはなんだ？お、バンバドロがレベル47に上がった。ラムパルド。ラムパルドも飛行系やったっけ？お、思ったの全然違った。え、この子地面系とかじゃない？わからんけど、多分そう。ということだから。行くよ、ノッキリア。草タイプの技をお見舞いしてやるんだ。うお。行くよ。トロピカルキック。お、やっぱりいい感じ、いい感じ。手が短くて可愛いね。山行ったーと、山行ったーは似てるな。似てねーわ。でも確かに、ね、確かに切る場所が違うだけやね。守り神、カプたちのお気に入りの場所を守るのが虫ポケモンらしいぜ。あ、そっか。あ、ん？主ポケモンここにもおるってことか？なんか大試練達成ってなったけど、そういえば今回そういうの倒してないよね。あ、うおー、なんだなんだなんだ。ポケモンが好き。戦うのが好き。技を出すのが好き。そして勝つのが大好き。まあ負けるのが大好きって人はそうそういないんじゃないかなと思うけど。ベテラントレーダーの弥生が勝負を仕掛けてきた。あ、なるほど、ベテランなのね、あなた。さあ、来いよ。スターミー。あ、ってことは、そのままでいけるね。さあ、行くよ。トロピカルキック。はい、オッケー。はい、オッケー。速攻やったね。ファイアロー。何それ？なんかわからんけど、多分、名前的に、炎タイプ？安直やけど。ファイアローってなんだ？聞いたこともなければ見たこともないぞ。ええー。飛行タイプじゃねえか。あ、でも炎タイプも兼ねてそうじゃない？なんとなく。なんとなく、赤いから。おーし、アシュレーヌ、歌方のアリア。きっといける。はーい、オッケーあ、よかった、よかった。ちゃんと炎タイプやった。炎を飛行ってことかな。アシュレーヌがレベル83に上がった。まだいるのか。マシェード。マシェードとはなんだ。このままでいいよ。あ、こいつか。草タイプじゃねえか。ということはルガルガン。あれ違う。バンバドロ違うね。もういいや、アシレーヌで行くよ。アシレーヌで行くよ。ムーンフォース行け。はい、オッケー。みんな一発やね。ベテラントレーナーの弥生との勝負に勝った。負けたわ。だが負けたポケモンも愛おしいの。なんか急にシワが現れたね。さっきからあった、そのシワ。負けるのは嫌い。だが負けてどん底に落ち、そこからもがいて這い上がるのは好きで好きでたまらないの。じゃあ一旦負けてよかったじゃん。アイナは穴抜けの紐をしまった。あ、この先にはバンバドロで行かなければいけないところやね。行けよ、バンバドロダッシュ。んーと、うわ。うわって言ってもトレーナーに見つかったわけじゃないんか。野生の方か。さあ来いよ。強いトレーナー見ただけで相手の力量がわかるのよ。マジで？じゃあ私に挑まない方がいいよ。きっと負けるから。きっとっていうか絶対負けるから君。エリートトレーナーの翔子が勝負を仕掛けてきた。お、ドレディア。
かわいい。ドレディアかわいい。でも似た系統よね。さあ、ここで。ルガルガンかな？違うな。ここで炎が欲しかったんよね。よし、カビゴンで行くよ。交代。いっけ、カビゴン。蝶の舞。お、特攻が。あ、特防、全体的に。よし。カビゴン。なんでこっちが優先じゃないの？向こうの、あ、そっか、向こう素早さが上がったんか。ギガインパクト。おいしょ、ケイ。お、ノッキレイがレベル77に上がった。いいぞ、いいぞ。マニューラ。マニューラには何がいいんだ？アシレルのムーンフォースとかはどう？わからんけど、とりあえず行ってみよう。行けよ、シレーヌ。おー、かっこいいな。かっこかわいいよね。いいな、マニューラ。うお。よし、行けよ、シレーヌ。ムーンフォース。なんとなく賭けで。地下。お、効果抜群、やったね。やっぱり悪タイプにはフェアリー。なんてポケモンなの？素直に負けを認めます。ありがとう。お相手をしてくれて。ポケモンが好きで好きすぎて心が苦しくて。だから勝負でみんなを輝かせるの。お、いいことだね。お、こっちから抜けられる？もうなんか迷路みたいになってて、どこがどこだかわかんないんだけど。お。技マシン99、マジカル社員を見つけた。何それ？なんかもう技もさ、全然知らん技ばっかりなんやけど。マジカルシャインって。あー、待って。バンバドロ、バンバドロ。はい、抜けまーす。うわ。またポケモンが。メレシーですか？あら、ダグトリオだったわ。ダグトリオは捕まえとったんよね、私前に。え、捕まえてない。捕まえれてなかったんか。くそ。ということはだ。カビゴンおいで。ダグトリオを捕まえるよ。ディグダも欲しいんよね。ん？ディグダを捕まえたんやったっけ？ちょ、おい。おい。出てこいよ。あ、よかった。向こうの攻撃の方が先やった。カビゴン、手加減。はい、オッケー。びっくりした。逃げるんかと思った一瞬。みんな全然助け現れてくれんやん。よし。いくよ、ハイパーボール。さあ、おいで、ダグトリオ。私のハイパーボールを無駄にしないで。あと1しか体力ないくせに、張り切るなよ。よし。じゃあ、ちょっと。ダークボールでも。ダークボールやったっけ？違ったっけ？なんかど、ああ！ダグトリオが増えた。じゃあ待って、そっちのダグトリオ。あ、そっちの方がレベル高いんですけど。ってことは、そっちの方を捕まえます、私。ってことで手加減だ。うわぁ、もういろいろと。いけよ、カビゴン。手加減。よし、オッケー。ってことで、そっち側の子をちょっとプチってやっつけといて。あ、10万馬力効果、え？効果抜群？ダグトリオ君、地面タイプじゃないの？地面タイプに地面タイプが効果抜群なの？よくわからねえ。クソ、当たらねえじゃねえか。いけよ、カビゴン。逃げやがった。うわ、二人とも？早く出てきてよ。早くやっつけて捕まえたいんだから。おし、行けよ、カビゴン。10万馬力。
はい、オッケー、効果抜群。そしてさあ次こそ捕まえるよ。いやさっきのよりもレベル高いやつが来てくれてよかった。リピートマスタープレミアネットネスト、どこだ、スーパーダイブクイック、あこれダーク、よし、いけダークボール。さあ捕まえられますように、ほい。ちょマジで、いやいやいや、これ以上君体力減らせないからね、 0.5 とか無理だからね。とりあえずもう一回、もう一回ダークボールで。さあ来てくれ。ハイパーボールよりは捕まえやすそうやったよ、なんかちょっと。おっしゃ、抵抗が弱まったよね。すぐに捕まえた。やったー、ダグトリオを捕まえたぞ。ふう、これでやっと。ダグトリオのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、ディグダ捕まえとったんか。あ、そっかそっか。そういえば三本毛のやつ捕まえとったな。ダグトリオ登録完了。ビンゴー、同じページのポケモンが全部埋まったろ。もうちょっとで100匹、いろいろなポケモンがいるろとね。おー、マジで？ダグトリオ、モグラポケモン、アローラの姿。大地の女神たちの化身と考えられ、アローラ地方ではとても大切にされている。大地の女神たちの化身。へえ、あ、なんか不細工すぎますけど。女神とか言われましてもね。さあ行くよ。どこや、ここか。そしてどこに向かえばいいんかな。こっから出てきたんよね、多分。ってことはこっちか。お、あ、やっと追いついた。ポリの大峡谷、大変な道のりです。アイナさんはすごいですね。ありがとう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。